こんにちは。県民生活きらめきの理学療法士の宮下です。今回から家でもできるちょこっと体操という運動を紹介していきたいなと思います。今までは運動したいけどどうやってしたらいいかわからないとか、運動自体が苦手だわっていう方いっぱいいらっしゃったかなと思うんですけども、そういった方でも簡単に始められる運動から始めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今から肩こり改善の運動をしていきます。肩こりといってもいろいろ原因あると思うんですけども、首周り肩周りの血流を良くする運動をしていきます。まず準備運動としまして、手を組んでいただいて上にぐーっと背伸びをしていただきます。でそのまま息を吐きながらふーっで、脇腹がね、ここは伸びているのを意識しながら、で息を吸いながら動かします。反対側にこれを2回繰り返します。次は肩のリラックスの運動をします。肩をまずすぼめて息を吐きながら楽にします。もう一回上に、これは2回ほどやってもらえばいいんですけども、肩の緊張、筋の緊張をほぐす運動です。じゃあ実際に肩甲骨周りの運動をして血流を良くしていきたいなと思います。まず頭を組んでいただいて、手を思いっきり開いた状態です。この状態で閉じる、開く、閉じる、開くというのを10回ほど繰り返すと肩甲骨の運動になります。でこの時に意識してもらうのは、肘の動きではなくて背中の肩甲骨が動いているかどうかっていうのを意識していただけるといいかなと思います。また肩、指先を置いてもらって肘を上げます。この状態からぐるーっと肘を回して元の位置に戻します。もう一回ぐるーっと、これも5回から10回程度、肘を意識するのではなくて背中の肩甲骨を意識していただけると、より肩こりが良くなるかなと思います。はい、以上です。